パイク軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南部アパラチア山脈地域に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,709人であり、2000年の27,695人から3.7%増加した。軍庁所在地はウェイバリー村であり、同軍で人口最大の村でもある。軍名は探検家のゼブロンパイクにちなんで名付けられた。 パイク軍は1815年2月1日に、サイオト軍、ロス軍、アダムズ軍の一部を合わせて設立された。軍名は探検家であり、米英戦争で戦死したばかりだったゼブロンパイクにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は443.98平方マイルであり、このうち陸地440.28平方マイル。 水域は3.69平方マイルで、水域率は0.83%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ガーネット・エウィルソン公共図書館が、ウェイバリーの本館とビーバー、パイクトン、パイク郡西部の支所から、軍内の町にサービスを行っている。2005年、この図書館システムは2万人の登録利用者に23万8000件。 以上の貸し出しを行った。蔵書数は9万千冊以上。定期観光物は210種以上ある。パイク郡ズパイク郡は、下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。